こちらがですね、道の駅三和182ステーション、年中無休で営業してますからありがたいですね。年中無休、東入り口よりお入りください。東入り口がどこなんでしょうね。ないね。あ、今日7月1日です。やりました、レアです。カップヌードルの自販機昔はあったけど今ないよね。しかもこれどん兵衛のスタンドタイプのカップが初めて見たよ。さらにここグリーンガムの専用自販機、レアだね。昔はあったよ。あったけどね。こんなところにもありました、世界のキッチンからトロトロマモのフルーニュの隣の隣、ヤクルトが作った乳酸菌飲料のミルージュ。フルーニュの隣の隣がミルージュ。これお願いします。ありがとう。手で指、思いっきり指を取ってるこれミルージュいただきます。あー、すごいアンバサ。通常のカルピスソーダに比べてミルク感が強いですね。牛乳で作るカルピスのミルピスっていうのがありますが、これ差し詰めミルピスソーダと思っていただいて差し支えない感じです。うまいです。